どうも、あいちです。今回はある癖について話していきます。で、これはですね、多くの方が持ってる癖なんですよ。で、持ってるんですけど、ちょっと分かれるところがあって、持ってるのは分かってるんだけど、意識して改善していこうとする人と、持ってるのは分かっても自覚があるかどうかは置いといて放置してしまう人。これがね、分かれてる。で、それが何かっていうと、後回し癖です。例えば、まあ勉強でなんかね、やんなきゃとか、宿題やんなきゃもそうですし、まあ勉強じゃなくても、部屋の片付けしなきゃとか、そういった時に、その思った瞬間にやる時もありますけど、結構、後でやろうってすることあると思うんですよ。夜やろうとかね。状況によって、例えば今すぐどうしてもできない場面もあるじゃないですか。じゃあ、例えば部屋の片付けしなきゃなって思ったんだけど、もうバスの時間がすぐ、みたいな。電車間に合わないみたいな。そしたら優先順位的に今片付けしちゃダメですよね。後回しするべきなので。そうじゃなくって、ちょっとめんどくさいから後に回そう。っていうのが根本にある後回しっていうのを、できる限りやらないようにするっていう、そのね、習慣をつけれると、これは勉強だけじゃなくって、いろんなところで変わってきます。人をグループ分けしていくときに、いろんなね、分け方があるんですけど、例えば、自分がよく言うのはね、まず第一に、物事があったとき、何かやりたいなと思ったときに、それを実際にやる人と、やらない人に分かれるわけですよ。なんか話を聞いたりとか、いろんな外的要因で、モチベーション上がるときってあるじゃないですか。やったろって、これ頑張ろう俺、みたいな。思うんだけど、じゃあ実際に頑張ろうって思ってからやるかやらないかって、これ大きな違いなわけですよ。これは伝わりますよね、きっとね。で、ここでまず分かれますと。これは大きな差ですね。一歩を踏み出すか踏み出さないかっていう。で、これ踏み出さない人と置いときましょう。次の分かれ道は何かっていうと、やってる人が継続するか継続しないかなんですよ、次は。で、ここまでは分かるんですけど、じゃあ次に、これ勉強ちょっと置き換えて話しますね。継続したとき、つまり勉強をコツコツ頑張ったときに、結果が出るとは限らないじゃないですか。みんなも経験あるかもしれないですけど、今回のテストめちゃくちゃ勉強頑張ったと。もういつもより絶対やったんだと。なのに点数上がらなかったとか、もしくは下がったとか。で、その時に当たり前ですけど、モチベーション下がるんですよね。やっぱかなり心えぐられるから。じゃあ、継続したのにうまくいかなかった。そこで諦めるか、さらに継続するかっていう。ここで大きな差が出てくる。で、そういう形で、ピラミッド、最初ね、スタートしてはいっぱいいたんですよ。その話を聞くでもいいね。そのモチベーション上がった人たちがいっぱいいたの。で、実際行動したのがちょっとでしょ。継続したのがちょっとでしょ。で、成果が出なかった時にさらに継続した人がちょっとなんだよ。で、それを繰り返して最後に残った人たちが成果を出していくんだよね、実際に。で、なんでこの話をしたかっていうと、継続できないってものすごく後回し癖に関わってきます。勉強しなきゃって思ったと。ね、やろうって思った。でも後でやろうってした時に、勉強ってやらなくても困らないんですよ、その瞬間。部屋の片付けってめちゃくちゃ散らかってたら、いやもちろんね、散らかってる方が落ち着くって言われたらそれまでなんだけど、散らかってたら、綺麗にしないと絶対綺麗にならないんだよね、行動しないと。でも勉強っていうのは、行動しなくても、この状態ね、勉強にも学力がここにあったら、勉強すれば上がるんだけど、勉強しなかったら下がるってことはないんだよね。で、この今勉強の学力の時に、テストが受けてる時だったら、テストの点数として出てきてしまうからやべえとは思うけど、普段の日常生活で、この学力のまんまで、うわ、やっべえとか、授業受けててね、ああ、やっべえ、バカだ、勉強したからやべえ、とはならないじゃん。確かに問題ね、話聞いてても全然わかんない、やべえかもとは思うかもしんないけど、だからってすぐ行動しなきゃってなかなか思わないわけ。でも、いろんなね、さっき言ったように、話を聞いたり、もしかしたら彼氏彼女に何か言われたりとか、友達に何か言われたりとか、モチベーション上がる瞬間があるわけ。で、モチベーション上がったんだけど、それ一晩経ったらモチベーション下がるからね。寝てしまって起きたら、超頑張ろうって思ってたのが、普通に戻ってくの、だんだん。で、もちろん全部は戻んないけど、一回寝たら半分でしょ、もう一回寝たら半分ってどんどん下がってっちゃう。だから、一番モチベーション高い時に頑張れないんだったら、次も頑張れるわけがないんだよね。だから、後回し癖をなくした方がいい。やんなきゃと思った時にやらないと。じゃあ実際にその後回し癖をね、どうやったら直せるかっていうとこなんですけど、もうこれは特効薬なんてもうないので、コツコツやるしかないと。で、何やるかっていうと、後回しにしてもいいかなって思った時に、踏ん張って今すぐやるっていう。後回しにしないっていう。で、勉強に関しては、さっきもちょっと話したように、
後回しにしやすいんですよ。でしかも勉強するってちょっとハードルが高いから、だからそこからじゃなくって、日常生活において、例えばさっきの片付けみたいな、片付けしよっかな、後で行くかなとか思ったり、他のこともそうなんですけど、日常生活の中で後で行くかなと思った時に、いや、今やろっていうのを何回できるか、それを頑張って繰り返せるかっていうところに限ってきます。で、これはもう実際俺自身がやってきたことで、もう、なんだろう、後回し癖の塊みたいな人間なんですよ。本当にズボラだし、これね、めんどくさがり屋なので、でも、まあ勉強とか仕事とかをね、そっから入るとなかなか難しかったんで、自分は、例えば、洗濯したりとか、干したものを畳んだりとか、洗い物だったり、まあ日常生活においてね、部屋の片付けもそうだけど、あ、やろうって思う時あるわけよ、たくさん。やんなきゃいけないからさ。でも、後でもいいかなと思っちゃうの。朝思ったらね、昼やろ、昼、みたいな。でも、それでやっちゃうと、ダメだと。で、それを踏ん張って、後回しにしたい、まあ今、ゆっくりしたいと思うんだけど、今すぐやるっていうのを繰り返していくうちに、やっぱりね、後回し癖はね、減った。で、まあ自分自身のリズムができる。で、後回しにするって、無意識にやってることが多いんだよね。で、無意識が一番怖いんだけど、それを意識できるようになってくると、まあ後回ししたいなと思って、でも今すぐやんなきゃなと思ってやればいいんだけど、今すぐやんなきゃなと思ったのにやらなかったりすると自己嫌悪になるわけ。で、結局自己嫌悪になったら負のスパイラルに落ちていくから気持ち的にも下がっていっちゃうし、自分の時間の、なんだ、自信もなくなっていくからさ。そう。じゃあ、そうなるんだったら踏ん張ろうと。で、踏ん張れたら、繰り返していくとね、おー、俺頑張ったって、おー、よく踏ん張ったな、俺っていう風に思うこともできるわけ。やろうと思えば。自分の、なんだろう、モチベーションというか、気持ちも上がることもできるから、ひとまず日常生活から後回し癖をしない。で、その中で勉強もそう。後回し癖にしない。やろうと思った時にやるっていうのをぜひやってください。結局後回し癖何かっていうと、未来の自分に負担をかけてるだけなので、だって今やればさ、そのやること終わるのに、未来の自分にそれやっといてねって渡しちゃってるわけよ。だから未来の自分に楽をさせるためにも、ぜひコツコツ一個一個でいいんで、後回し癖。なくせるようにね、後回ししようと思った時に、今すぐやるか、やったるか、っていう風に踏ん張ってやってみてください。